わあ、どこでもいいから、とにかく遠くに逃げるんだ。一体この町はどうなってるんだ。かぼちゃのお化けがたくさんいるぞ。へえ、なんなんだ一体。あ、トーマスがやってきた。わあ、よくわからないけど逃げるぞ。今度はハーシーもやってきたぞ。わあ、なんなんだ一体。ハーシー、とにかく逃げるんだ。へえ、ハーシーもトーマスも全速力で逃げるぞ。待て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 。ひえ。あ、トーマス、あそこに隠れるところがあるぞ。よし、パーシー、急いでトンネルに隠れよう。トーマス、パーシー、どこだどこだ。ふう、とりあえず向こうに行ったみたいだ。一体何なんだあいつらは。パーシー、これからどうする。トーマス、とりあえずトップハム発表のところに戻ろう。そうだね。わー、もうダメだ。ん、なんだ、寝てたのか。なんだ、悪い夢でも見てたのか。やっふー、わー、やっぱり夢じゃない。トーマスの前にまたまたたくさんのカボチャのお化けが現れたぞ。トーマス、一緒に遊ぼうよ。ひー、逃げろー。わー、どこでもいいから、とにかく遠くに逃げるんだ。よし、出発だ。ヒヒヒ、トーマス、逃がさないぞ。イヤホー、イエー。トーマスね、すごいパワーだ。わー、どいてくれー。誰でもいいから助けて。あれ、前に機関車がいるぞ。あの黒い機関車はやっぱりヒロだ。おーい、ヒロー、大変なんだヒロ。急にカボチャのお化けが現れて。トーマス、それは大変だね。わー、ヒロまでお化けになってる。一体この街はどうなってるんだ。ジェームスも、ゴードンも、みんなお化けになっちゃったぞ。トーマース。あ、パーシー、トーマース、ここにいたのか。逃げるぞ。パーシー、一体どこに逃げるんだ。トーマース、待て。パーシーもトーマスも逃がさないぞ。パーシー、一体どうするんだ。デコボコ峠の上にみんなが操ってるお化けがいるみたいなんだ。よし、それじゃあデコボコ峠に行ってみるぞ。わあ、なんだこりゃ。デコボコ峠に着いたけど、お化けはいないみたいだぞ。あれ、パーシー、お化けはどこだ。トーマス、見ておくれ。さっきぶつかった黄色のボールがブクブクいってるぞ。一体どうなってるんだ。なんだか怖いよ。ブクブクした水の中に何かいるみたいだぞ。ひぃー、助けてくれー。あ、中から小さなお化けが出てきたぞ。ひぃー、もういたずらはしないから助けてくれー。君がいたずらしたのか。あ、そうさ、トーマスやパーシーの慌ててる顔が面白くてね。そうだったのか。でも、トーマスたちも見つかったし、みんなの魔法も解いていくぞ。それじゃあねー、ヒロ、ジェームス、もう